はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。ペナント中日編やっていきましょう。今回でレギュラーシーズン最後の動画になります。はい。で、打点ランキングなんですけども、まあビシエド選手、新井選手の勝負になるんじゃないかなと、打点王は。で、まあ、今回はねビシエド選手出して、なんとか一つ一打点でも上げてもらって、打点を取らせてあげたいなと思います。おそらくエルトレッド選手は、あと山田選手か、まあ、ちょっと打点王になるにはきついかなと、残り1試合なんでね、思います。で、あとはギダは、まあもう菊池選手で決まりでしょうと。で、盗塁も大島選手で決まりかな。あとなんだ、打率も新井さんかっていう感じかな。あ、ホームラン、ホームランは、もう無理です、うちは。で、ピッチャー特に何もないっすうちが取れるものは、セーブも無理だし、ホールドも、無理だし、まあ、登板数もね無理だし、特に何もないですね、うちが取れるものはうちが取れるものは何もない感じです。まあとりあえず、ここら辺のランキングはね、まあ、また後々CS 中かどっかで見たいなとは思ってます。一応難易度の確認変わらず、よし頑張りましょう。阪神戦頑張ります。勝ちましょう。勝って気分よく、CS ファーストステージ臨みましょう。ピッチャー誰いこうか全然考えてなかった。よし浜田選手頑張って、あ、今日ハイメ選手使います、使いますよ。はい、あ、出番があればね、無理やり使うとかそういうことはしないけど、これでいいかな。亀澤選手1番、土上選手2番、ちょっと最近これにハマっててね。いやー、何板選手がガッツリ下がってる能力、アップデートの能力は反映させてません。はい、昨日も話したけど中途半端になるんでね、なんか変に気持ち悪くなっちゃいそうなんで、このまんまでいきます。コメントで、名古屋ドームです。そう、俺の指示の面でね指摘されたのが、間之内さん全然待て使えませんねっていうのと、あと守備面で言えば、左の岩田以上の両先発、今シーズン最終戦、まもなく試合開始です。そう、低め改革に頼りまくってるみたいなのがあって、ちょっと待ってよ、プレイボー、あのね低めと改革、あのもうこれ完璧癖だね、なんつうのかな癖ありがとうって気をつける。これはねもうだいぶ前から、ね、言われてることなんだけどね、完璧俺の中のもう癖かな、気をつけるわ、ありがとう。あと待てに関してはね全然俺の中では使わないっていう感じはしないんだけど、まあ、やってる側と見てる側で、見てる側の人がねその使ってないって思うんだったら使ってないんだと思うんだ。よし、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第4球を投げました、打ちました、長いち、長いないピッチ、今俺あれだもん、阪神応援してたもん完璧間違えてたもん。ワンアウト2、1回の裏、これからドラゴンズの攻撃、よし塁出ようぜ、まずは塁出ようや、ウルフ、亀澤、オーケー、フォアボール、先頭バッターフォアボールで出塁します。こうなるとな、やっぱ2番亀澤選手はいいかなと思っちゃうんだけどな。第4球を投げました、打った、うまいんじゃない、ナイバッチでしょ、ボールは中継、ドローメ、いいバッティングを見せました、ドラゴンズ先制のチャンスを、ここで待てる、次の球がラストボール、外角低め、見逃し三振、阪神キラー持ってんの、いやーちょっとホームラン打ってくんねえかな、打点欲しいな。さあ6球目投げた、直球、おい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 お
まあ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 、ゲッツーよりはね。第4球を投げた。うわ、点取れないのか。惜しかったな。1点2点ぐらい取ってくれればね、えだいぶこう気持ちに楽な感じだった。まずいかなこれ。投げた、打ちました。これはヒット。
大丈夫大丈夫、シングルシングル。上本ナイスバッティングです。さあノーアウトで、バントな気がするな、バン来ないかな、警戒しよう、バント。ドラゴンズここはバントシフトを敷きます。サード取った、一塁へ送る。いやー、なんとも言えない感じだったな。ドラゴンズ先制のピンチを迎えます。あれだろうね、選手によってはなんか今セカンド投げたのかなっていう感じではあったけど、素晴らしいよこれ、ナイピッチ。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第3球打ちました、1、2塁間へ。うわナイバッチ、板山いいバッティングを見せました。ドラゴンズなおもピンチが続きます。うわ焦った、すげえ焦った。なんだべな。さあ投球は5球目、打ったい当たりだ、センター方向に持ってきました、うん、取りました。あれだね、ボール球多いよね。名捕手杉山投げました、変化球。今日待ってハマるわ、今ストレートのフォアボールを与えます。第9投げました、初球うまい、ピッチャーの左へ、すごいうまい、アウト。さあよっしゃ、亀澤さん点取っちゃおう。どうしようかな、レベル高いものをシンプルにチョイスしたいかな、フルスイング。さあ対決に集中します、次は5球目、打った2で、うわー惜しいな、アウト、スリーアウトチェンジ。集中がなければなんかヒットになった気もするな。タイガースこの回は打順よく1番からの攻撃、トップバッターは江越、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。アウトコース低め、空振り三振、2者連続三振になりました。さっき内角放って打たれたんだっけ。いやー大和選手やられるな、センターへ上がった、センター交代、ヒット、打つね打つね、大和ツーベース、ドラゴンズ先制のピンチを迎えます。バッターは3番ゴメス、最初のバッターボックスはファーストライン、やべえ、あよかった、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。投球はこれから3球目、打ちました、ショート、よしよしよし、あよくやってくれてる、素晴らしい、アウト、スリーアウトチェンジ。いや早く点取ってあげたいな。ワンアウト2塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。ていうか広島すごくない、勝利投手のやつ、ドラゴンズこの回は上位打線3人いるんだ、12勝。そりゃ強えわな。第4球を投げました、打った、だってたった3人で36勝も稼いでんだからね。アウト、ドノウエいい当たりでしたがサードゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。よし、ストレートのフォアボール。第2球、一塁ランナーが、キャッチャー二塁へ送球、これは楽々セーフ、素晴らしい、成功です。打点上げちゃうよ。いやどうなんだろうな、フルスイングじゃない気がするんだよな、センター返し。次は5球目、投げました、打ちました、これはショート正面、ドンマイ、一塁送球、アウト。新井さんの打点が気になってしょうがねえ。一発勝負まだ来た、3球目投げた、打った、セカンド、これは守備範囲内。名古屋ドームからお送りしております。これあれだよね、山田選手が107まで上がってるから、実際の試合動いてるんだよね、今表示されてる打点ランキングは。山田選手が107まで来てたから、ってことは新井さんは打点上げてないってことか。ストレート、空振り三振、まずは先頭バッターを三振に切って取りました。第4球を投げた、打ちました、ファースト左横のフライになりました。1打っていうか取りました、山田選手上がってこねえよな。もう試合終わった体なのかな、あれは107っていう数字は試合中なのかな。最後は見逃した、4回の裏、これから試合終わった体だったら打点を確定なんだけどね。今日の第1打席はスイングアウト、あっと引っ掛けた、ファースト前方のフライになりました。いや打点ランキング1位取りたいな。うわすごいね、ピッチ。第4球を投げた、打ちました、上本ボールを掴んだ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。うまい、ドラゴンズ結局
5回の表これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターは板山、投げた、あっと引っ掛けた。いやいいね浜田君ね、取りました取りました、これでワンアウト。これ CS の登板あるよ。ピッチャー岩田投げました、打ちました、フラフラッと上がった、高梨余裕があります、掴みました、これでツーアウトランナーありません。バッターはトップに帰ってエゴシ、今日はファーストゴロと三振打った。フラーナピッチ本当ないピッチ、掴んでこれまだ全然投げれるな。浜田三者凡退、ドラゴンズこの回の攻撃はストバッターから。振らせたいな、なんか落ちそうな気がしてくるするんだよな。センター返し、次は5球目投げました、打ちました、ショート正面、惜しい、一塁へ送る、アウト、これでワンアウトランナーありません。勝負に出ました。第5球投げました、打ちました、引っ掛けた、走れ取った、惜しい、取ってアウト、これでツーアウトランナーありません。打った、上本ボールを取る、アウト、スリーアウト。一発勝負の使いどころだな、できれば守備では使いたくない。いやどうしよう、大和選手が打つんだよな。次が4球目投げました、オッケー、1やっと抑えた。3番ゴメス、今日はまずさあここで何かを仕掛けてくるようです。投げました、見逃しの三振、いいぞ、全然ビッグベースボールが伝わってないぞ選手に。第5球投げた、打った、よし、高梨掴んだ、一塁送球、うまい、アウト、スリーアウトチェンジ。ドラゴンズ後半、大島さんなんとか塁に出て、バッターは俊足の稲妻、大島、今日は三振、オッケー、ヒット、ボールは中継、盗塁させて一発勝負か。初安打、バッター頼れる長距離砲ビシエド、今日はフォアボールとショートゴロ、これは悠々セーフ、盗塁成功です。一発勝負、さあ試合の行方を左右する場面、行ってこい、勝負に出ます。第5球投げた、よし、どうだ、クリーンヒット、大島一気にホームへ、素晴らしい、この試合初の得点が入りました、1対0。いやあれだね、打点ランキングのこともそうだけど普通にチームとしては嬉しいって言いますな。これはレーザービーム平田、通算105本塁打まであと9本としています。今日は三振とセカンドバッチ、あ、今平田さん打点99だったね、100打点目指したいけど。投球は3球目投げた、いったんじゃない、これ打球はそのまま伸びていく、ナイバッチ、ナイバッチ、ナイバッチ、そんなにパワーのない選手だからね、いや嬉しいねこれはね、ナイバッチ、ナイバッチ。ナニータさんは何かやるのかい、何もやらないのかい。バッター龍馬、四方高橋、今日はセンターフライト三振、打ちました、1、2塁歓迎の当たり、ちょっと守備ちょっと守備今良くなかったと思うな。今日初めてのヒットになりました。エンドラン。第3球を一塁ランナー走った、打ちました、ヒットエンドラン。今ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト、ツーアウトランナー二塁に変わります。スタミナも微妙っちゃ微妙だな、変えるか、代打。お疲れ様でした、良かったですよ、福田選手。バッターは代打福田。いや俺ね本当福田選手のことだけを考えるんだったら能力アップデート反映しようかなと思ったぐらい。よく取った、うわうまい、うわ惜しい、ファインプレーに阻まれました、ファインプレーだね、3アウトチェンジ、これは素晴らしい。名古屋ドームからお送りした、鈴木選手、ドラゴンズピッチャーを交代します。ゲームはこれから終盤に入ります。この回の先頭バッターは上本、投げた、打った、高梨、よ一塁送球、アウト、上本いい当たりでしたがサード正面、これでワンアウトランナーはありません。ストライク、素晴らしい。バッターは7番俊介、今日はサードゴロと三振、投げました、打ちました、引っ掛けた、高梨ボールを取る、一塁へ送る、ナイピッチ、スリーアウトチェンジ。続き3人で岩田降板、で田島選手出して
ドラゴンズハイメ選手って感じか。バッターミック・ウルフ亀沢ハマらんか。投げました見逃し三振。バッター奇跡の苦労人ドノウエ第4球を投げました。うわー指示はまったんだけどな。山取りました。これで2アウトランナーありません。バッター俊足の稲妻大島打ちました。フラフラッと上がった取ってこれで3アウトチェンジ。ドラゴンズ3者ピンチヒッターは可能。ピッチャー交代ナイピッチでした。素晴らしいです。あ調子があれだな。またあ岡田選手出そうかな。なんかちょっと最近出せば打たれるって感じだから、ちょっとそれを払拭してから CS に臨みたいね。今日ちょっと調子いいし、今左は小川選手もいるから出しやすいでしょ。ドラゴンズピッチャー交代です。鈴木降板。マウンドに上がったのはまあね、ただ67試合投げてもらってね、ちょこっと打たれたぐらいで文句は言えないよね。次が4球目投げました。打った亀沢バックし亀沢噛みました。これでワンアウトランナーありません。バッター守備の名手今田。ごめん内田構成に出ます。別に亀沢さんが悪いとかじゃないけど荒木選手を出したい。さあここ第5球投げました。低めの球見逃し三振。第5球投げた変化球素晴らしい逆転です。最後は空振り三振です。山本降板。ここでマウン8回の裏これからドラゴンズの打ち込まそうや。バッター頼れる長距離砲ビシエド行った。ナイバッチナイバッチこんなうまくいくともなかった。すげえ飛んだな141。いや狙ってたよ。それしか頭なかった。頭の中になかった。ナイバッチナイバッチいや打たねえかな。一発勝負使うような感じでもないしな。打ってほしい打ってほしい。うまいうまい。代打マニータさんお疲れ様でした。素晴らしかったですよ。野本選手代打は野本。第5球投げた打ちました。ピッチャー抜けるんじゃない。抜けた OK なバッチ。野本ナイスバッティングです。バッター龍志宝高橋引っ張りかな。引っ張りで第4球を投げた OK 外れてフォアボールツルストレートのフォアボールを与えます。うわ迷うな。一発勝負使うかどうかを。まあ調子がみんなあんまりよろしくないし森野さんチャンス悪いでしょ。あ次のピッチャーで代打出すとして森野さんにするとして杉山選手に一発勝負。集中だな。フルスイングはまるよ。あやばい向こうの一発勝負考えてなかった。あ、ゲッツはないわ、ゲッツはないわ。よしよしよし、素晴らしい素晴らしい。なおもチャンスが続きます。バッターはピッチャー岡田。また見たくない？松井さんのホームラン。森野さんじゃないのって話になるかもしれないけども、見たいっしょ。バッターは代打松井。使っちゃうか。さあ、ここで監督は勝負に出ました。行ってこい！今季は3球目、投げました。打ちました。ナイバッチ！あ！ダメだな。いや忘れられないんだよね本当に。あの、まあ、地方球場の引っ張ってさ90何メートルだからホームランあれ本当もう忘れられないのよ俺。あれよ CS 中とかやんないよ。今はもう加藤が負けようが順位も変わらんからやってるだけで。ドラゴンズピッチャーを変えてきました岡田。さあいよいよよしアイディア球。さあここは監督いやを投げました。見逃し三振。右バッターボックスは3番ゴメス。
今日はここまで3打数ノーヒット。すごいじゃないのすごいじゃないの。三振狙っていこうか。高め。さあ5球は5球目。見逃し。いやすごいね。ハイメ選手ってあれなんだね、ユニフォームネーム J なんだね。ジャイメって書くのね。やりました。これ打点王確定じゃないか。多分今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は4対0。よかったよかった。最後ね0点に抑えて試合終われたっていうのが、これであれだね、岩瀬選手が絶不調とかそういう感じになれば、うん、ハエメ選手っていう手もあるし、いろんな面でなんかこう CS にはつながる試合になったんじゃないかな。コメント読んでいきます。前々回のコメント読んでいきます。まのちさんはどの球団の18番が好きですか。俺は杉内投手です。これに対しての返信で番長ってあったんですけど、俺も番長かな、かっこいいなと思う。あのちさんは自分が見てる YouTuber の方の中で一番丁寧で、毎日の更新が楽しみで一番面白いです。ありがとうございます。丁寧かな、そうかな。ありがとうございます。高評価西武ライオンズはどうしたら強くなりますか。分からんけどな、弱いイメージはないし、ここ最近は俺そのシーズン開幕前ねは A クラスの予想はしてるの。 A クラスになるかなって。全然弱いイメージがないし、なんだろうね、監督とかなのかな。マノッチさんイケメンっぽいから顔見たいです。過去にね載せたことあるけど誰もイケメンって言わないの。だから俺もう見せないって決めたの全然。木下選手をスタメンでお願いします。うわごめんごめん、今日やればよかったな。ちょっと明日からできないもんな。ちょっとね、あ本当ごめんなさい。これはちょっとコメント見てからやるべきだった。今日はね全然できる余裕がある試合だったから。現実では見られないフル回転の岩瀬、そうなんだよね、現実じゃ見られないんだよね。けどやっぱ俺の中では中日の守護神って言ったら岩瀬選手。そんなにその中日の試合をいつも見てたわけじゃないけども、やっぱその印象は強いよね。真之内さん、中日は CS いけると思いますか。現実でしょう、ちょっと難しいと思います。遠藤選手の必殺スーパーカーってどういう意味ですか。必殺は適当です。スーパーカーは足が速いっていうところから取ってます。ちょこっと考えてます。吉川投手が抑えで打たれてしまいました。真之内さん誰がいいと思いますか。バース選手が妥当なのかなってとこだけど、俺は斉藤佑樹選手を見てみたい言っても俺は斉藤佑樹守護神企画をクロスピでやってたから、そういうところも含めねちょっと見てみたいなっていうのが、ありますね。最後にクローザーが3者連続三振にピシャリ抑えるところがかっこいい。今日そうじゃなかったっけ。これ今読んだの前々回のコメントだけど、今日ハイメ選手3者連続じゃなかっただよね。だから俺確か原口選手に三振取りに行くべって高めで三振取りに行こうとしたんだよね。よし、はい、ペナントレース終了。福谷選手このままいけば160キロいくんじゃねねえ、なんかすごいよね、球速いし。もうちょっとコメントを読んでいきます。真野さん、ソフトバンクと日ハムどっちが優勝すると思いますか。前回じゃねえや、前も答えたんですけどソフトバンクかなと思います。ちょっと待てよ。最近ね
試合終わった後の話長えぞというコメントがちらちらあるからね、ちょっと気をつけながらだけどコメントはね、しっかりと読んでいきます。え、オリックスがディクソン選手以外の助っ人を全員クビにするみたいですがどう思いますか。僕はブランコ選手は残していいかと思います。いやー、どうなんだろう、その、まあ、戦力にならない選手を置いとく意味ってのは全くないから、そういう点ではあれなのかもしれないけど、俺が思うのがそういう首の切り方をしたらさ、後にね、その助っ人選手をオファーするときにそういう情報を向こうには行くわけでしょ。ああ簡単に首切るんだっていうのが、まあ、そのプロの世界だからそれが当たり前なのかもしれないけども、そこが引っかかる選手もいると思うんだよね、オファーされたときに。どうなんだろう、なんかディクソン選手以外の助っ人を全員クビにするっていうその言葉のワードがなんかあまり印象の良くないことな気がするけどね。あ、落合さんの三軍監督の話を、以前コメント読んで話したんですけど、三軍をわざわざ新設するっていう話らしいですよってコメントがあって、わざわざ作るんだね。まあお金に余裕があればね、そのピラミッド式としては三軍っていうシステムは俺全然ありだと思うけど、うん、もっとなんか違うところにお金を使ってもいいんじゃないかなとは思うけどね、その今中日の現状とかを考えたら、まあ長い目で見たら必要なのかな三軍の。ちょっと待てよ、前々回は、ね、結構待てをなぜ使わないみたいなコメントが結構あって、それが多かったかな。まあ、最初に言ったけどね、全然そんなつもりはなくって感じだったんだけどね、まあ、今日はちょっと意識して待ては使ったけど、全然その待てっていう指示が嫌いとか戦力として考えてないとかじゃなくて、本当に言われて、あ、使ってなかったんだって言われて初めて気づいたぐらいって感じです。よし、じゃあ、そろそろ終わろうかな。あ、大島選手でセーフティーバントやってください。全然セーフティーバントしなくない監督プレーで監督プレーで指示出してもチラチラっと、本当にまれになんか気向いた時にあるけど、普通にバントして終わるって感じだからさ。よし、終わりますか。明日から CS ですね。あ、結局ヤクルトは優勝って感じだったんだね。広島戦か、広島ヤクルトとやるのか CS、 ちょっと難しいところあるけど、下克上行きましょうね、頑張ります。はい、そしたら、明日から CS 頑張っていきます。終わります、バイバイ。